春法12目の女告発開いちゃう。週刊文春が2月1日最新号で松本人志60歳の性加害疑惑の証言者として12目の新証言。松本人志、私の顔を無理やり下半身にマッサージ店での暴挙を女性店員夫が告発などと題して、変なサービスはなしのマッサージ店での出来事を報じております。端的に説明すると、10人目愛子さんは2014年東京都渋谷区内のマッサージサロンで働いてて、そこは多くの芸能人や著名人が通うと言われる名店。そこにまっちゃんは偽名を使って放送作家 X と来店。初回は施術を受けたが、再度店に来た時は新人の女性スタッフにマウスでのサービスを強く要求。女性は泣きながら施術室を飛び出したと言い、そこでまっちゃんは気分悪いわ、もうええ、見送りもせんでくれと店を出たという。そしてこの新人さんは1日で店を辞め、それから店はまっちゃんを警戒していたが、その翌日に別の電話番号を使って店の予約を取り、来店してまっちゃん愛子さんが担当となったが、まっちゃん右手をつかみ自身のへそ下に手を誘導、愛子さんの頭をつかんでこれ以上私には言えもは。そして愛子さんは必死にそうしたサービスはしていないと説明したものの、本当かな、昨日はそれで帰ったけどもう一度試してみたくなったなどと言われたそうな。あったかな、あくまでも文春曰くです。そんで愛子さんは心に傷を負って仕事を辞め、心療内科に行ったところ不安障害と診断。数々の文春報道をきっかけに今年1月13日に夫と共に警視庁渋谷警察署へ行き、強行犯捜査係の巡査部長にあの日私は松本さんから被害を受けましたと訴えたそうな。警察は強制わいせつ罪の時効は7年、2014年の事案では時効被害届は受理できないが性被害の相談ということで受理という。その時の会話データを文春は確認済みとのこと。なぜ当時被害届を出さない、まあ、それでも今までの飲み会よりひどいよね。ただまっちゃんは何でも新人さんが好きなのはテレビで言ってたよね、デビューものが頂点って。なはなは、さて愛子さんまでいたのだからもう絶子さまで突き抜けろなんて冗談は言えない。だってまっちゃんには子供もいるんだもの。そんでヤフコメトップも厳しい。次々と証言が出てきますね。もっとも性被害があったかどうかはまだ確定していません。ただしそれとは別に松本氏が下品でせこい遊びをしていたことは誰も否定できない状況になってきており、性被害の有無は別として芸能界のトップがこんなせこい遊びをしていたのかという点でのイメージダウンは確定的になってきました。仮に裁判に勝ったとしてもこのイメージを回復させるのは相当難しいと思います。2枚ね、そうほんとせこい。ただこういった問題の中、このチャンネルでも取り上げたクロスバー直撃の渡辺センスが女友達を物のように献上しないと大反論してます。スポニチアネックス曰く、クロスバー直撃渡辺は公式 X を更新、複数のニュースサイトで僕が取り上げられてます。ただ記事に書かれているやるってなったら必ずできる子を呼んでほしいとか、その他の汚い言葉は僕は絶対に言ってないです。僕が女性にそんな嫌な言葉を使うわけがありませんと報道内容を全否定。そして大好きで面白くて人として尊敬する先輩と明るい楽しい女友達とでワイワイ飲みたくて誘っていました、僕はみんなで楽しく飲むのが大好きですとしておいで。ただこれは僕が思ってた気持ちで、もし本当に僕が声かけた友達やその子が連れてきた方に不快な思いをさせてしまったのであれば、人として芸人として申し訳なかったと反省しますと謝罪した。またただ自分が売れてる人に取り入るため、あるいは仕事が欲しい、そんなつもりで女友達を物のように献上する、かっこれは記事で言われてる言い回しです、そんなことは僕は絶対にしないですとも、そんなダサいことはしないです、面白さで売れたいからですと熱い思いを語った。インディーズ芸人とかチョコバーとか言ってごめんなさい。てか飲んでる暇あったらネタ書け、これマジやで。遊ぶのは売れてから、確かなものを手に入れてからだろ。そして彼は最後に、そして週刊誌の方へ、結構上納システムという言葉は訂正してください、女性に対して暴言すぎますと指摘。僕の友人がこの言葉を見たらどう感じると思いますか、私そういう風に思われてたのってショック受けたらどうするんですか、かわいそうすぎないですか、友人の一人は傷ついて泣いていますと言い、どうかお願いします、僕の 100% 率直な思いですと結んだ。大切な女友達をホテル飲み会に誘うか、おっさんと二人っきりのゲームして、なんだかこの辺の絶対とか僕はいいですが誰々に失礼って言い方が通用するなら、妻子あるまっちゃんに女性を紹介するなよ、ワイワイ飲みたいって高校生でもそんなわけないわ。さらにタムケンもラジオ番組ではっきり言わせていただきます、僕たちが大阪でしていた飲み会は知恵接待結局上納システム、こういうのを目的とした飲み会では絶対にないですと強く否定しています。ってことで芸人さんもこうやって言うべきことは言う、反論はした方がいいと思います。なんでここまで彼らが言わなきゃならないって、やっぱりまっちゃんが会見を開かないからって意見もあるだろうけど、開けない理由もあるんだろうね。ってあった、チャンネル登録よろしくね、チャンネル登録よろしくね、チャンネル登録よろしくね。